こんにちは、店長の石井です。今日は、えー、この、量管加工ダブルガーゼ。普通のダブルガーゼではなくて、えー、キシリトールとかですね、そういうひんやりしたものが添加されている、量管ダブルガーゼのご紹介と、えー、あとはですね、量管加工とはそもそも何なのか、どういう仕組みなのか、何が入っているのか、というところと、 えー、皆さんは多分一番気になるじゃあ本当に涼しいのかというところですね実際に涼しいのかどうかとあとは、えー、より涼しさを感じるための、えー、おすすめのマスクの型紙この4本立てで、えー、行ってみたいと思います、はいえー、じゃあ早速、えー、このまず生地の紹介から、えー、行きたいと思いますといってもですね、えー、見た目は普通のダブルガーゼと変わらないので、えー、色を 順番にお見せするということをしたいと思います。一番上、こちらがですね、クリーム。で、これが水色。で、これがベビーピンク。あ、えっと、ベビーブルーっていう名前にしてますね。で、これが、えー、っと、ベビーピンク。で、これがオフ白。で、これが蛍光の白。より白い白ですね。で、これが、えー、なり綿えー、面すの残ってないタイプのキなりになってます。 の、えー、1、2、3、4、5、6色展開というふうになっております。なので、生、え、地、ー、の紹介はちょっともう一旦これで終わりということにして、あと透け感だけちょっとやっておきますね。透け感。透け感はこんな感じです。はい。若干透ける感じで、あの非常に追求性が良くてですね、今こうやって僕、あのバーッと喋っているんですけれども、喋るということはこう空気が前にバーッと出てって、 あの、普通なら結構群れってくると思うんですけれど、あの、非常に群れにくさを今、えー、感じています。えー、涼感加工とは何ぞやというところに行きたいと思います。えー、涼感加工っていうのはですね、え、こんなこと言われてもよくわからないと思うので、えー、実際にじゃ何が入っているのかっていうと、えー、キシリトール。 えですね、キシリトールと、えー、スクワランシルクプロテインあとウンデシレン酸モノグリセライドでこれいうのは結局のは何かっていうと,、えー、と除菌効果であったりとかあとあ抗菌効果ですね抗菌効果であったりとかあとは肌へのう潤いであったりとかあとは吸湿効果であったりとかそういったものを、えー、薬品によって添加していると。 いうことでありますでこれによって何かその特殊な匂いがするとかそういったことは、えー、ないですがもし気になる方は洗っていただいた方がいいかと思いますで洗う時の注意点なんですが、えー、やはりこの薬剤が上にのっているので洗えば洗うほどねこの吸湿効果、えー、清涼効果っていうのは薄れていきますただ薄、えー、れていくんですけど普通のガーゼの馬が ややっぱり涼しいいいいとととうこを感じすす思まねどう涼しいのかっていうところを科学的なデータでご説明したいと思いますちょっと興味のない方はちょっと先に進んでいただいて実際涼しいのかどうかっていう僕の感想のところに飛んでください一応説明しますね今画像をこの辺に載せているんですけれどレギュラーっていうのは何もしてない加工 してないもので、すすねその横が両加工初期とありますでこの右に行くに従ってですね、選択を繰り返して効果は若干落ちているものということですね。で、レギュラーの方にこう布をですね、こういうふうに手の上に置いてですね、で、その上からサーモグラフィーで温度の変化を測っています。 でレギュラーの方っていうのは、えーまあ、分かる通りですね、えー、ちょっとこの布の表面がですねもわっとこう、えー、ぬくもりがずっと残っていると。でこの涼感加工の方に関しては最初は、えー、ちょっと、えー、ぬくもりがあるんですけれど2分後に関しては、えー、消えていると。 これどういうことかっていうとあの、ここにも、えー、書いてあるんですけれども、あのー、急熱反応というのが起こりまして、体温を吸収しているので、結果、えー、涼しく感じるということです。えー、じゃあ、まあ、これは置いといて、えー、僕の感想に行きたいと思います。えー、ここからは、えー、店長石井の、えー、実際に、 涼しいいのかという感想になりますあくまで個人的な感想ではあるんですが、えー、ご了承ください、えー、これが量感加工のしてないマスクでこれが量感加工してある生地で作ったマスクで両方同じですね型紙を使って同じサイズで同じように作っていますなのでこの2つをですね今から比較を比較検討してみてどっちがじゃあ本当に涼しいのかっていうのをひいき目なしで、えー、確かめてみます はははははい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 、はいわかりましたじゃあ、えー、次普通のガーゼしますはいはいじゃあ今ちょっと普通のガーゼした状態のままで感想を申し上げますねえー、息をこうやって喋ったりすると息を吐きますよね吐いた時に当然ここがモワッとするんですよ そそれは当然そうですマスクっていうのは基本的には涼しいものではなく暑いものですからあの前提はそれで暑いいんだだけれどもどもっちがままマシかという話をしますね、えー、こっちは息を吐いた時にもわっと残,り残って、えー、あ量感加工してない方の生地の話を今からしますね残って吸う時もそのもわっとした空気がもう一度戻ってきます、はい、これが まあ普通のガーゼの感覚です。次、これ行きますね。これの場合は、吐いた時に同じくもわっとするんです。もわっとはするんですが、今度吸う時の空気感がこれとはまるで違います。えー、涼しい風というそこまでではないんですが、あの不快な もわっとした空気が戻ってくるのが非常に軽減されているという感じがします吐いた風、えー、この水蒸気を含んだ空気が若干リセットされて戻ってくるというようなイメージですこれはあくまで個人的な感想なんですがでどちらが涼しいかというと明らかに僕はこっちの方が涼しいと思います正直あまり、えー、涼感加工って信じてなかったんですが 作ってみてですね。で、実際布を口に当てるだけではあんまりよくわからなくて。で、実際マスクにしてみてですね、両方まあ一日つけて、えー、生活してみたんですね。してみたら、やっぱり使えば使うほどこちらの方が量感確保してある方が快適ですね、夏は。冬はね、こっちの方が逆にその湿度を保って、 こうもわっとした感じで、ぬくくていいのかもしれないんですけれど、これに関しては、夏のマスクに関しては、この吸湿加工、この涼感加工してあるものの方が、明らかに快適。ということが言えると思います。おすすめの、えー、マスクの型紙なんですが、僕もね、いろんなマスクをね、試したんです。このプリーツ型、ありますよね。プリーツ型。これ2枚仕立てなんですが、プリーツ型でしょ。あとは、えー、船型の大きいサイズ。大きいサイズ。 えー、大臣風マスクとか言われますね西村大臣風マスクとかであとはこれパターンレーベルさんの、えー、お出かけマスク、えー、非常にシュッとして見える、あのー、顔がちっちゃく見えるいいマスクなんですがこれを全部試してみたんですよね作って。でどれが一番涼しかったかというとですね一番涼しいのはこの西村大臣型マスクなんです。 なぜかっていう理由を今からしょあの説明しますね。まず、このプリーツ型のこれなんですが、まずですね、生地が2枚で作ったんですが、あのー、非常に空気がこもるんですね。蒸れる。蒸れやすい。蒸れやすいですね、非常に。で、あんまり良くなかったです。で、これ同じ素材でも作ってみたんですが、あんまり良くなかったです。次。 このパターンレーベルさんのこちらのお出かけマスク、こちらあの非常に顔がシュッとして見えてですね、あのおしゃれですごくあのいいんです。で、これをずっとしてたんですが、お客様がですね、いや店長、あの船型マスク、あの西村大臣マスクの方が、えー、涼しいですよということを教えてくれてですねあ、じゃあちょっと試してみようかということで、これとこの大きいサイズと2つ作ったんですよね。比べてみてみ 大きいサイズ、これちょっと生地は違うんですがこれ今からちょっとつけてみますねこれこんな感じ明らかにでかいで,すよ、ね、で,でかい方が涼しく感じると思ってでかいサイズを作ったんですなんですがえー、っとちょっと変かなっていうのをちょっと思いましたでじゃあこれを普通のサイズにした時にどこまで変わるのかめちゃくちゃ熱くなるのかっていうことを 調べてみると意外とそうでもないんです。これでも十分涼しいんです。で、これなぜ涼しいかというと、ここの口元の空間ありますね、ここ。この前の空間。これがピチャッとひっついてるとですね、ふっと出した空気がもろ、ダイレクトに帰ってくるんですよね。ただ、ここに空間があることによって、えー、その入った空気と壁との距離があるわけですよね。当然その間に若干冷やされますよね。 あとこの通気性がこうなんて言うんでしょうねより発揮されるというかなので口元の空間を大きく取るっていうことがあの涼しいマスクの第一、えー、条件だと僕は思っていますでそれを大きく取るためにはじゃあ生地はどういうのを選べばいいのかっていう話になるんですが型紙においてはこの大人型マスクと言われるものが一番口元の、えー、空間を大きく取れる、えー、マスクだというふうに思いました でえー、おすすめは、えー、内側にです、ね、この吸湿、えー、涼管のダブルガーゼを使って外側に綿、えー、ポリ、まあ、何でもいいんです張りの,のある生地であれば何でもいいんですが内側は、まあ、一番おすすめするのが綿ポリっていうのはあの水押ししなくていいし洗濯してもしわにならないし非常にね作った後はイージーケアというところでおすすめをしています。 で、えっ、ー、と、コードレーンでもいいです。これも結構張りがあって、えぇ、ー、乾燥機にポイッと入れてですね、ポイッと上げてきた状態でこれです。ほとんどね、シワになってません。これこれ、あの、アイロンかけてない状態です。全然気にならないですよね、シワが。なので、えー、非常にイージーケアで、えー、楽です。 なんですがこう内側にはやっぱガーゼ使いたいという方もいらっしゃってで普通のガーゼを使うと熱いということであのこの両感ガーゼっていうのをあのう今提案しています。はい、なので外側はまあ割と好みでいいと思うんですがこのコードレーンかこのメンポリ4500番か6526っていうシリーズがあるんですけれどそれまたちょっとリンク貼っておきますけれど。 それもあのパリッとしていておすすめですその辺は色の好みとか生地感の好みであのチョイスしていただけるといいと思いますただあの非常にこの涼感ダブルガーゼっていうのは涼しい冷たいかというとそうではないですが普通のダブルガーゼに比べ圧倒的に涼しいということがえ僕は感じますなのでえとまあレビューもいろいろあると思うんですが あの皆さんのですね率直な意見を聞かせていただいてそれをまたあの商品の方に反映させていきますのでぜひね両冠ダブルガーゼ試してみてくださいでまたいろんなね意見を聞かせてくださいではあのどうぞよろしくお願いします